皆さんこんばんは、おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか？本日ご紹介するのはこちら、ドッスン。ということで、本日ご紹介するのは、アビッドパッド A30 となります。そしてこちらの商品を製造、販売しています、アビッドパッドさんの提供でお送りいたします。ありがとうございます。ということでね、初めて聞きます。アビッドパッドさんというメーカーさんのアビットパッド A30、 もう今ね、でもね、ほんとタブレット&スマホもですけれども、戦国時代になってますからね。僕たちユーザーからしても、いろいろ日本のアマゾンなんか商品見てても、どの商品がどれぐらいの性能を持ってるんだろうって、当然ね、チップセットなんかで判断できることもあるんだけれども、それだけでは判断できない質感とか、例えばワイドバインのものとかもありますんでね、そういうものをうちの動画で参考になればと思います。それでは早速開封して一緒に見ていきましょう。と、外観はこんな感じですね。では開封します。わあ、すごい、スワーって。お、このタイプね。ははははは。だから iPad mini とか、ああいうやつですね。ちょっとちっちゃいやつ。あ、これは結構面白いね。うちでこうちっちゃいのを紹介すんの、一回やったかな、昔。ごめんね、ちょっと野球の後で声枯れてますが、ちょっと本体は横に置いといて。あ、マニュアルすごい。取扱説明書ってすごい、なんかちゃんと日本のフォントになってる。結構日本語対応のマニュアルとかもあるんだけど、そういう時って、あ、ちょっと日本のフォントじゃないなってやつとかあるんだけど、これ結構ちゃんとした日本のフォントですね。で、こちらがアビットパッド保証書というものも入ってます。で、付属品はというと、充電のアダプターですね。で、ちゃんと日本のこちら対応してます。日本のコンセントの規格にね、対応しております。で、ここ、ちゃんと PSE マーク取ってるようですね。ケーブルの方は、USB-A、A to C ですね。もう今のベターになってきましたね。A to C。そして、SIM スロットを開ける SIM ピンが入ってます。これが全部ですね、付属品。では、こちら付属していたマニュアルちょっと一緒に見てみましょう。でも言うてね、Android タブレットなんで、何か書くものを言うてっていう感じなんですが、今ちょっとね、軽く見てたんですが、なんかね、厚紙、普通紙の厚紙みたいな感じで、ちょっとまあ手作り感みたいなものあるけど、かなりね、Android のタブレットで安価帯なんですよ。まあ、今回かなり安くて、クーポンなんかももらってて、正直すげえ安いです。この辺のね、写真なんか入りで、電源の入れ方とか、各種設定、壁紙の設定方法とか、初心者の人が買って、いや、わかんないよっていうこともあるよね。日本産のタブレットとかやったら、こういうおじいちゃんおばあちゃん向けのね、説明書ってものは入ってるんだけれども、例えば電源が入らないとか、あ、トラブルシューティングって、まあすごい、この辺はネイティブですね。普通はトラブルシューティングですからね。トラブルシューティングって、まあ非常にネイティブですね。オーランジってのと一緒ですね。この辺でも Wi-Fi に接続できないとか、こういうのが非常に細かく書いてあるので、この辺は助かるよね。なんか日本のちょっとマニュアルっぽい、大手のマニュアルっぽい感じで。まあこういうような、マニュアルがついてますんで、初心者の人にどこまでと全部が全部端っこから端っこまで読んだわけじゃないけれども、ある程度のことは書いてあるので、この辺は安心かもしれないですね。こういうのは、でもちゃんと日本国向け A、ちゃんと作りましたっていう意図がはっきりとしてるものが入ってるのはそこまで多くないので、そもそもマニュアル入ってないよなんてものもザラですからね。こういうのは大きいポイントですね。さあ、それではいよいよアビッドパッド A30 本体見ていきましょう。ではいきます。3、2、1、ドン。お、こういう感じね。あと、ちっちゃい感じ。これは今すごい需要出てきてるよね。このタイプのやつね。で、せっかくなんで、ちょっとシール取りましょう。よいしょ。あ、保護シール貼ってるパターンだ。もう、これもベターになりつつあるね。ちょっとここ空気入ってるけど。こんな感じで、初めから保護シールが貼ってくれてます。これは助かるね。ということで、もうここを上として、インカメラがここにあるので、ここを上として、上面見てみましょう。上面こんな感じ。あ、かっこいいタイプのやつや、ちょっと、スレが入ってるタイプのやつね。こういう感じです、上面が。あ、ここに 3.5mm ヘッドホンジャックがある。最近斜めのやつ増えてきたね。まあ、横持ち、縦持ち、両方の人に対応してる感じだね。
で、本体、このカメラを上にして右側、ドン。電源と音量ボタンがありますね。で、下側、ドン。スピーカー穴が2つと、充電用の USB-C があります。まあ、充電だけじゃないけどね。で、左側、ドン。SIM スロットがあります。ちょっと内部見てみましょう。では、こちらちょっと開けていきます。来ましたね。よいしょ。こういう感じですね。デュアル SIM のマイクロ SD カードの SIM にもなってますよっていうパターンのやつになってます。よくあるやつですね。こういうものです。ここにマイクロ SD カードで増量させる場合は、ここにマイクロ SD カードを入れるということですね。で、戻すときは普通に挿して、ドンと入れるだけでいけるということですね。で、デザインの特徴的にもなる背面、こんな感じですね。あ、ちゃんとテレマークも撮ってるね。テレマークもちゃんと撮ってるんで、 PSE マークとテレマークをちゃんと撮ってる。この辺は安心だよね。で、カメラはこういう風な感じ、一つのやつですね。最近なんかここえらいボトムズカメラみたいなやつが増えてますけど、これはシンプルなものになってます。プラかな、わかんないけど、アルミではないと思うけど、まあ、このような非常にメタリックっぽいマットな感じのデザインです。ちょっと大きさと重さ測りましょう。横ざっくりですけれども 12.6 ぐらいです。で、縦ざっくりですけど21ぐらい。厚み清しは 0.7 ぐらいですね。 0.68 とか7ぐらいか、 0.7 ぐらいで、重さ329、見えてるかな、329g です。ちょっといいな。僕一般男性の手ですけれども、だいたいこんな感じ、片手やとこんな、まあ、横持ちするとこんな感じ、こういう感じですね。手のひらをパーにするとそれよりもちっちゃい感じ。これがジャンプコミックスです。だからジャンプコミックスよりも一回り以下ぐらいかな。横幅なんか結構もうほぼジャンプコミックスみたいな大きさだね。だからここで、まあよくこう漫画とか読む方おられるけれども、ちょうど漫画のこういうページの1ページでちょうどそれぐらいになってる。そういうものを意図して作ってるのかな、この大きさ。で、今回なんとですね、ケースも一緒に送ってもらってます。あと保護シールもね、一緒に送ってもらってて、ちゃんとアビットパッドさんの強化ガラスフィルムっていうのが売られてますので、事前に保護フィルムつけてくれてるけれども、さらにごっつい傷つけへんようにするやつにしたいっていう人は、こういうものアビットパッドさん専用のものが出てますんで、こういうものを買って使うと安心ですよね。大きさとかで、今はいろんな、昔はね iPad だけとかっていう感じやったから、それ用に保護シールとかもあって大きさがちゃんとしてたけど、今はもういろんな中華のタブレットが出てて、じゃあそれにぴったりのやつっていうのを探すのって難しい中、ちゃんとタブレットを作っている会社が保護シール出してるっての、これあんまないよね。だからこそ最近も初めからついてますとか、1枚ちょっと余分に入ってますってものが増えたけど、何かあった時用に販売されてるのは、この辺は手厚い感じがしていいポイントですね。で、今回はそれに合わせて保護ケースも販売してるんですよね。で、ちょっとせっかくなんで、こちら開けて付けさせてもらいましょうか。アビットパッド専用の保護ケースっていうかな、ちょっと見ましょう。あ、すごいね。こういうパカパカのやつで立てかけて動画見たりできますよっていうことですね。あ、こんな感じ。ははははは。こういうタイプのやつです。ここちょっとザラザラしてる。本カバーみたいなやつですね。布ではないと思うんやけど、布なんかな？プラスチックでそういう風な感覚出してんのかな。ちょっとおしゃれな感じです。で、中は樹脂のシリコンカバーっていうんかな、シリコンみたいなやつになってます。せっかくなんで入れさせてもらいましょう。カメラがここなんで、このように入れる感じですね。まあシリコンなんで取り付けはそんな難しくないですね。よいしょ。うん、こんな感じに入りました。なのでこういう風に閉じることができる。これかわいいね。うん、これようできてるわ。これを合わせて買った方がいいんじゃないかな。なんかほんと手帳持ってるみたいな。これはアイテム品はすごく素敵なで、この辺のデザイン性はすごく素敵だ。
でもだからこそ、ちょっとここの白の透明っていうのはちょっと合わんかなと思うね。もったいないね。ここはグレーとかにした方が良かったね。シリコンはグレーか、もっと透明のあまり白の色が入ってない色の方が、せっかくこれなんか女の子でも可愛い感じなのに、パッと開けた時にちょっとここ武骨なホワイトのラインが入ってるとちょっと残念な感じするよね。こんな感じもね、この辺はもうちょっと詰めた方がええかなと思います。ではね、早速なんで電源入れていきましょうか。ここだね、ここ長押しします。もうせっかくなんでケース入れたままやっていきます。うん、つきましたね、アビットパッド。すごい、初期設定の画面でここ日本語なってんのって初めてやな。だいたいここイングリッシュなってるんだけど、ここの初期設定の言語って変えれるんかな、初めてやな俺。ちょっとびっくりした。ってことなんで、ちょっとアンドロイド初期設定やっていきます。ということで、アビットパッド A30 が起動しました。こんな感じ。当然、保護シールとの兼ね合いもあるので、この全てが画面の質感とは言えないですが、光沢っていうよりも、ちょっとマッティと光沢の間みたいな感じかな。インチ数っていうかね、画面サイズ自体は小さいんだけど、解像度はしっかりとあるので、その辺ではね、やはり文字なんかもくっきりと滑らかで綺麗で、こんな感じで、いい感じですよ、ミニマムで。うん。それではね、軽くアビットパッド A30 のスペック言っていきます。アビットパッド A30 OS は Android 13、チップセットはユニソック T606、1.6GHz の8コアになってます。内訳が CPU がコルテックス A75、1.6GHz が2コア。コルテックス A55、1.6GHz が6コア。合計8コアですね。で、GPU はマリ G57、MP1。周波数は 650MHz になってます。メモリーは内蔵が 6GB で、仮想メモリーが別途 6GB 追加することができます。でもこれはいつも言ってますけれども、じゃあ合計で 12GB 分なのかっていうと、仮想はあくまで仮想 6GB なんで、そこまで期待せずに。ただしまあちょっと足りへん部分なんかを補足することはできるメモリーになってます。で、ストレージは内蔵が 128GB。で、先ほど見てもらった通り、マイクロ SD カードが別途装着できますが、最高 1TB まで対応しています。で、ディスプレイが 8.4 インチなんですけど、なんとね、解像度が 1920×1080 のフル HD なんですよね。なので、解像密度っていうのかな、そういうものは非常に高くなっています。バッテリーはね、こんなちっちゃいのに 5500mAh 搭載。PD18W にも対応してます。Wi-Fi は 2.4 と 5G。で、Bluetooth は 5.0。で、SIM 関係はちょっとここに書いてあると思うので、各自それを確認してください。っていう感じで、小さいんだけども、さっき言った通りフル HD 画質ということなので、保護シールが多分マッティなんだと思うんだけれども、ちょっとマッティには見えるけど、画面の質自体、文字なんかのきめ細やかさみたいなものは非常に綺麗ですね。こう見てもらったらわかるけど。で、もう最近はね、当たり前なんですが、個人的にはちゃんと Google Play Store が初めから入ってるのはやっぱありがたいよね。ということで、ちょっと各種アプリ入れていって、いろんな数値も見ていきましょう。ワイドバインレベルですが、なんとセキュリティレベル L1 です。すごい。価格は最後にお伝えしますが、相当安いです、これ。ではちょっと Amazon プライムビデオ見てみましょう。なんと見てください、 !HD で見れます。すげえ、ちょっと待って、これはええぞ。この小ささで、ちゃんと L1 で、Amazon プライムビデオ HD で見れるよ。これはいいなぁ。これええわ。これ嬉しいな。これほんま安いから、これマジで。これはいいね。これちゃんと L1 なんええな。それではちょっと YouTube 見てもらいます。僕の一個前の動画のものですね。音声なんかも一緒に合わせて聞いてください。ペチャってもう海苔巻きみたいな。では、ペリペリ取りますよ。あ、ちょっとでもね、これ想像以上にできいいな。では皆さんもね、分かりやすいようにゲームのテストしてる部分があるので、ゲーム音楽なんかで音見てください、聞いてくださいかな。
こんな感じです。当然この後ね、エミュレーターテストもしていくので、その時でも見てもらったらいいと思うんですが、最近のタブレットっていうのは、スピーカーがこっちにもあって、こっちにもあるんだよね。だからもう横で皆さん動画見ますよねっていうことで、こんな感じでスピーカーが出るようになってるんですが、このアビッドパッドの A30 は底辺に、まあ、ちょっと昔の形ですよね。底辺に2つある形を取ってるので、やはり映画なんかを見てるとこっちから音出てるなっていう感覚があるので、その辺は最新の大きいタブレットの両サイドのものよりもちょっとデメリット部分になると思いますんで、その辺も頭に入れといてください。でもね、やっぱ画面めちゃ綺麗やわ、これ。で、音質の方は、そうだね、決してめちゃくちゃいい音質ですっていう感じではなくて、中華タブレットのこの辺の値段帯のやつで言うたら平均的なベターな感じっていう言い方は、ちょっと褒め言葉。でも、そうだね、もうちょっと音質いい方がいいかなって思うかな。ちょっと奥の方から鳴ってるような感じの音質になります。先からね、Amazon プライムビデオ立ち上げて閉じてとか、Google プレイストア立ち上げて閉じてっていう動きをやってるんですが、タブレットのね、タッチパネルの感度みたいなものはいいし、ユニソック T606 っていうのがめちゃくちゃいいチップセットでは正直ないんですけれども、こんな感じ。すごくね、タップのとにかく精度はいいです。で、このユニソック T606 っていうチップセットは、この辺の動きは Android 13では可能にしてるんだね。この辺がちょっともさっとしてるやつなんかもあるから、安い安いになるとね。その辺は通常のこういう風な UI のトップのメインメニューの Android 上の動きとしては特段問題はないです。今ストレスなくやってます。で、他の先ほど言った通り、アプリ立ち上げて閉じるとか、そういうものにも大きな今問題はないです。当然ね、もっともっと重いものを立ち上げて閉じるとかっていう時には何か重くなるかもしれないけれどもね。それではですね、アビットパッド A30 のカメラを使って写真とビデオを撮ってみようと思います。いつも通りこのカープ坊やを撮影してどういう違いが出るか見てみましょう。今いつもこの動画をね、撮影しています iPhone 11で撮影したものと比較していきます。iPhone 11でビデオを撮ってるよーは撮ってるよ。撮ってるったら撮ってるんだよー。アビットパッド A30 で動画撮影しているよ。アビットパッド A30 でカープ坊やを撮ってるよー。撮ってるよー。撮って見てもらったらわかる通り、カメラもビデオもちょっとぼやけてるかなーっていう感じはします。色味はね、そこまで間違った色が出てないとは思うんですが、はっきり言ってビデオとカメラは期待しない方がいいと思いますんで、そこは必ず頭に入れておいてください。それでは 3D マークテストを走らせていきます。ということで結果出ましたんで、ドーンと他のものと合わせてみてください。まあ同性能のドッジのタブレットと比べても、まあほんのちょっといいけども、まあ正直この辺は誤差の範囲なので、ちゃんと平均的なユニソク T606 の性能の数値は出てるかなっていう感じはします。ゆっくり見たい人はここでポンと一時停止して見比べて、ゆっくり数値見比べてください。それでは次のテストやっていきます。ではね、かなり重いテストなので、あまり数値は参考にならないですが、ワイルドライフやっていきます。はい、ということでワイルドライフの数値も出ました。他のものとドンと比べて、で、先ほども見てもらった通り、ドッジの同等 SOC のものと比べても、ほぼ同じ数値出てますので、ちゃんとユニソック T606 の性能は引き出せてるということですね。たまにね、同じ CPU なんかでもドンと数値が落ちて、何か、そうだね、システム面で足を引っ張っているものっていうものも存在しますので、この辺は安心かなと思います。でですね、たまにコメントで来る明るさの自動設定っていうのがあるのかっていうのは、残念ながら今見た感じはありません。で、仮想メモリーの増強なんですが、このシステムというところにあります。システムを押して、で、ここにメモリー拡張機能っていうのがあるので、こちらを押します。ラム拡張サイズを設定しますっていうのがあるので、
残念ながら細かく1ギガとかそういうのはできないみたいで、246なしっていう風に設定できますので、ご自由にしてください。ちょっとね、画面対比違うんですけど、当然ね、漫画はここで載せて見せれないんですけれども、こんな感じ、僕はこれちょっと昔書いた漫画、ちょっと痛い漫画なんですけれども、一部をちょっと入れてみました。こんな感じになります。だから本当手のひら。これ一般男性の手です。で、こんな感じ。文字もちょうど読みやすいんじゃないかな。これぐらいだったらね。まあ、下手くそですけども。こんな感じでも漫画がこんな感じだよっていうのだけ。こういう感じですね。読めるよっていうのだけ見ておいてもらえたらなと思います。参考にしてください。通信システムが破壊されています。気象局の報告によりますと、コントロールームどうなってるんだ。 R 何が3、2、1。
Thank you.
ですか？バッターボックスにはシーツ。一塁へアウト。簡単にツーアウトになっています。フラフラっと上がりました。三者凡退。杉内見事な立ち上がりです。さあ先頭バッターが打席に立ちます。一塁へアウト。バッターボックスには川崎。初球決まりました。あとは任せたぞ。
未来書位。サイドセブンナギ敵部隊なし。ガッキャノン発進よろしい。俺に任しときな。レッカー行くぜ。ということでいかがだったでしょうか。見てきていただきましたのはアビドパッド A30 になります。で、さっきとにかくね、このアビドパッド A30 の一番の売りは価格やと思うので、さっき価格言います。今回おじいさんのところの限定でクーポンいただいていて、日本のアマゾンで販売中なんですが、その日本のアマゾンでも相当安いクーポン出てるんです。で、なんと両方併用ができて、その両方のクーポンコードを利用すると14,831円です。なんとこのアビドパッド A30 が14,831円になります。最近日本のアマゾンでも多くの中華タブレットが参入してきてるので、正直僕も全部チェックしてるわけではないので、これが他のものと比較してどうかっていうことは詳しいことは言えないですが、個人的な感想として、こんだけエミュレーター動いて、
UI 上もそんな、なんか重いね、ものすごい PDF を編集するとか、Photoshop を編集するとか、そういうことをすることではなくて、普通にノーマライズにある程度使うことを想定した時には、サクサク動いてます。で、エミュレーターもそこそこ動きます。見てもらった通り。当然、重いものは無理ですよ。で、その上でこの小さいタブレットで、この金額っていうのは、個人的にはかなり安いんじゃないかなと思った。もうインターネット見て、YouTube 見て、で、Amazonプライムビデオもなんと HD で見れてってなってで、コンパクトで画面も綺麗ですよ、でフル HD 解像度ですよってなって、1万4000円でも買える時代なんだね。すごい時代来ましたね。ということなんで、こちらアビドパッド欲しい方はぜひとも買ってみてはいかがでしょうか。かなりお買い得やと思うけどね。で、今回紹介したアビドパッド A30 の本体とこの付けたケースと専用保護シールのリンクも概要欄に書いておきますんで、合わせて欲しい人はそちらから買ってみてはいかがでしょうか。で、このクーポンコードなんですが、なんとね、11月30日までです。僕の方は。日本のアマゾンで出てるやつはわかんないけど。でも両方合わせて 14,831 円で買えるのは11月の30までなんで、これは欲しい方は急いだ方がいいと思います。なかなかいいもんだから、僕もね、ちょっとベッド横のタブレットこれにしようかなーって今ちょっと思ってますね。この大きさはちょうどいいと思うし、初めにもお伝えした通り、ジャンプコミックスとほぼ同じ大きさなので、コミックをタブレットなんかで読む方なんかには最適なんじゃないでしょうかね。よかったら参考にしてください。この動画で初めておじいさんのことを知ったよーって、じゃあチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。